約1週間後にパリ五輪を控える U23 日本代表。しかし今月発表されたメンバーはベストメンバーではなく、アジアカップのメンツが大半。そんな先行き不安のパリ世代に前哨戦を用意した当チャンネルは、今回とある防坂芸を使い U23 日本代表を J リーグに参戦させ、優勝できるのかを検証。ちなみに今回は2段構成となっており、最初は久保を含めたベストメンバーで戦い、2回目は本戦メンバーで検証する形にしております。さらに今回パリ世代はアルビレックスとして J1 に潜入。そんな感じでまずはベス面の検証からスタート。久保やユイトなど本戦に出られないメンバーが大集結。果たしてパリ世代の実力はどんなものなのか。すると試合は9分、パリ世代が右からクロスを許すと、最後は巨漢 J に飛び込まれ、外国人 J リーガーに大苦戦。それでも35分に久保のコーナーから高井が合わせ、得点の気配を感じさせるも、その7分後パリ世代はラインが統一されず J に裏抜けされると、最後はポストの跳ね返りを押し込まれ、パリ世代が開幕早々に失点。アンリがオフトラをかけられず重大な事態に発展。やはり未所属の男には荷が重すぎたか。それでも試合は後半に入り57分、パリ世代がセカンドボールを拾い、すぐさま攻撃に転じ、最後は福田が冷静に左足シュート。パリ世代が見とれる連携から先制。ボルシア MG の未来が J を驚かせると、同点直後犬飼が進化版ムーンウォークを披露し、和製マイケル・ジャクソンに大変貌。するとこの MJ の出現によりレイソルに活気が生まれ、パリ世代痛恨の2失点で、やはり MJ がいるチームには太刀打ちできないのか。それでも試合終了間際、パリ世代に千載一遇のラストチャンス。細谷が決めた。パリ世代が土壇場で同点に追いつく。福田との途中交代から即アンサーを出した細谷。細谷ガチャは高確率で当たりが出やすいのだ。そして試合はタイムアップ。パリ世代が2度のビハインドを背負うも、なんとか1ポイントを獲得。続く2節の相手はレッズ。開幕戦でレイソルと互角に渡り合ったパリ世代だが、ここに来てチームに不満分子が現れ、ハンダが久保の腹でストレスを解消。この攻撃により竹はやる気を失い、チームは内部崩壊寸前。さらにはキャプテンチマも苛立ちを敵にぶつけ、劣悪な内容でレッズとドロー。さらに札幌戦ではチームに迷い込んだ田中にやられるも、7分後に斉藤の個人技で同点に持ち込み、開幕から3戦負けなしのパリ世代。そして町田ゼルビアとのゲーム。ここまでや回りたにありの試合を経てきたパリ世代。果たして大岩対黒田の名将対決の行方はいかに。試合は33分、ハンダがペナルティーエリア内に切れ込むと、最後は鈴木唯人が狙いすました一撃。パリ世代がリアル首位町田から先制。今季17失点の堅守を唯人が破壊するも、後半になるとアンリのスパイ疑惑が浮上し、チームに不穏な空気が漂うと、試合は89分、パリ世代が背後の空間に抜け出されると、最後はデュークにきっちり沈められ、パリ世代がリードを無駄にする失点。またもアンリの守備の脆さが公になり、4試合連続のドロー決着。このままではアンリが姿をくらましかねないので、ここでシーズン終了までスキップすることに。果たしてパリ世代は J1 優勝できたのか。これマジ。さすがに残留ぐらいはと思ったが、 J のレベルの高さを侮り地獄の J に降格。気になる個人成績では、世代で飛び抜けている久保が不調に陥り、得点ランクに入ったのは鈴木唯人ただ一人。さらにゴッド田中はロペスよりを取り、評価暴落の18ゴール。その上チームは天皇杯1回戦で姿を消し、五輪本番に向け不安だらけ。そんな気を紛らわし、今度は五輪メンバーで検証。迎えた町田とのオープニングゲーム。ベストメンバーで臨むも擁護できない結果に終わったパリ世代。果たして本戦メンバーは降格を回避できるのか。すると試合は11分、
パリ世代が少ないタッチ数でゴール前までつなぎ、最後は細谷がアウトで流し込み、パリ世代が評価を覆す先制ゴール。浅野波にレアガチャが出にくい細谷だが、今日の彼は SSR 級に調子がいいのだ。これで流れに乗ったパリ世代は町田にさらなる風穴を開け、前半ロスタイムに大畑が追加点を挙げ、ファーストハーフが終了。パリ世代が2点リードで町田を圧倒すると、後半もパリ世代は1ミリの緩みなく町田を手のひらで踊らす。も試合終了間際に守備のスライドが遅れ、町田に1点を返されたものの、なんとか逃げ切ることに成功。続く神戸との試合では平川が黒田チルドレンとしての片鱗を見せ、昨季王者に2発を打ち込み快勝。この戦いぶりを見て優勝を確信した我々はここでシーズン終了までスキップ。果たして本戦メンバーはベスメンを超えられたのか。これはひどい。ベスメンより勝利数は増えたが、それでも悲惨なことに変わりなく、散々な成績で J に降格。それでも細谷と平川が一定の数字を残し、得点ランク上位に入ると、アシストランクでも荒木が一人奮闘し、11アシストをマーク。さらにチームは天皇杯ベスト4まで行き、町田ゼルビアと再戦したものの、庄司鳳凰くらいベスト4で敗退。パリ世代は本番前に弾みをつけられず、本企画が終了。ということで検証結果、パリ世代は五輪で惨敗濃厚でした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたら、コメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。